梨クラブを特徴づける、青色のもととなる、超豆の花弁梨クラブは、揚げた鶏肉もしくは魚肉、揚げせんべい、ピクルスなどを用いたサラダの横に、青色の米を盛り付けたマレーシア料理である。梨クラブの、梨は、ご飯を、クラブは、サラダを意味する。梨クラブは、梨ウラムの一種である。梨クラブの特徴は、青色の米であるが、この青色は合成着色料ではなく、 蝶豆の花びらを用いて米を炊いた結果、青色に着色する。通常は青色の飯を用いるが、白米やターメリックを用いて炊いた飯を用いることも、ある。梨クラブは、ソロンラダや揚げた黒ポットともに供されることが多い。梨クラブは、クランタン州やトレンガヌ州といったマレー半島の東海岸沿いで人気のある料理であるが、現代では、タイ南部でも見かけることができる。 台南部では、川をヤむとして知られている。ありがとうございます。